俺は王様になる。はい、ということで皆さん、こんにちは、東洋大の学生です。本日はこちら、デラックス時空ドライバーを、ようやく購入しましたので、レビューしたいと思います。いやいや、ようやくですよ。もう、12月。もう、いや、今年終わるわ。2018年終わるけどね。やっと、まず説明書。いつから袋に入らなくなったんでしょうね。説明書。コスト削減とかね、いろいろ言われてますけど、早速時空ドライバーですね。まずは本体。まあ、本体を取り出すならね、逆だったんですよね、ここ。まあ、ライドウォッチ。いやー、ライドウォッチね。光るライドウォッチはビルド以来ですね。これ、絶縁シート。絶縁シートを抜いてなかったんですね。絶縁シートを抜きまして、で、やっと光るライドウォッチ。いやー、非常にピンクの光がね、美しいです。はい。はい、これ、3つ音声がありましてね。ジオだっていうのと、タイムマジーンっていうのと、最初のジオーですね。はい。で、これ最初なんでね、初変身なんで、2周ぐらいしてます。いや、これは間違えましたね。慣れてないんで。はい、グッドグッド。はい。液晶の文字がとても綺麗です。でね、詳しいレビューとか見たい方は、レオンチャンネルさんとかをご覧ください。僕はただね、購入しましたよ報告なんで、詳しいレビューが見たい方はレオンチャンネルさんとかに、行ってくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、これね、赤と青の光がとても綺麗です。うん、いいね。勝利の法則は決まった。はい、ということで時空ドライバーの紹介を終わりたいと思います。もうこの商品ね、100点です。もうベリグ100点です。いやー、今度はね、ゲイツライドウォッチとか欲しいな。ということで、バイバイ。